どうもこんにちは、たまチャンネルです。それでは本日は、2022年1月26日に正式発売された、新作 MMO、モータルオンライン2をプレイしてみます。こちら以前から早期アクセス版が行われており、ちょっと気になっていたね、タイトルでしたが、日本語はほぼね、非対応のため、日本ではまだあまり知られてないかもしれませんね。で、このゲームの特徴としましては、まず自分の取った行動で能力が上がるシステムになっている点ですね。もう武器を振ればその武器を扱う能力が上がり、クラフトを行えばクラフト用の能力が上がります。で、私のチャンネル的にはベセスダ系でいうところのオブリビオンやスカイリム、あるいはフォールアウト4のホライゾンというね、モッドにも近い内容ですね。で、戦闘システムはただ武器を振るだけではなくて、攻撃が上段、中段、下段に分かれており、まあ、それに合わせて防御を決めると、防御側は有利に立てるという、戦闘面にアクション性がありますね。あとは PVP 面が強いという点もあるようです。もうどんどんね、他人に戦闘を仕掛けても面白そうです。集団戦なんかもね、盛り上がってるようですね。それとクラフトが凝ってるという話で、まずアイテムはほとんどね、自作が基本となってるようですね。そして剣を作るにも様々な材料を必要として、材料に応じて結果が変わるそうです。あとは建築?ハウジングシステムあるようですね。まあ、そこら辺の何でもない場所に作れるのかどうか。まあ、あるいはね、なんか、権利書みたいなものをね、買う必要があるのかどうかですね。で、サーバーは一つだけと聞きましたが、人はそんなにね、入りきれるんですかね。土地は足りるのかな?そしてストーリー重視ではないため、自由度がとても高いとのことです。まあ、初めからね、何をしても良いんでしょうね。じゃあというわけでね、それぞれの要素を本日中にどれだけ体験できるかわかりませんが、早速始めていきましょう。これは種族ですかね。人間。アルバリン。耳が尖ってますね。あ、獣だ。これ面白いな。これは、サーサー。これは、血統みたいなやつかな。親が誰かみたいな、そういう設定でしょうね。もしくは祖先が。それによってちょっと変わると。マッチョにもできますね。丸い体。毛のタイプも変えられる。こっちはふささな感じだな。モータルオンライン2ということは、一作目があったんですよね。全然知りませんね。始まった。チュートリアル。ヘブンという場所に着きましたね。まずは移動に、シフト、さらに M。マッパーこれか。これ以外の土地があるのかなってことだね。で、チュートリアルがかなり用意されてる。これは移動してるだけでもね、スタミナとか上がるんですかね。走ってると、うん、スタミナ減ってますね。画面左上。黄色のゲージがスタミナのようですね。どこに何があるかは、画面上のコンパス。それを見ろという話かな。南方向にあるっぽいね。さあ、到着しましたね。X。武器を抜く。左ボタンで。素早い振り?ほら!わあ!これトレーニングしてるだけでもね、多分ね、能力上がるんでしょうね。クリック攻撃は当たるダメージは非常に小さい。100% のダメージを当たるためには、左ボタンを押しながら、画面中央の円が満たされた後離す。チャージすると。どれかな?お、これ離すの?うん、比較的、早く溜まりますね。近接戦闘は4種類の攻撃が可能。左右頭上。さらに一つ。マウス左ボタンを押したまま、マウスを動かすことで、攻撃方法が変わるようですね。ほら横切りこうかこっちはどうだなるほど。月はどうすんの月は下か。次はブロック。右ボタン。正しい方向でブロックしろと。これ初め言った通りですね。左右下は?月は下でいいのかな?上。成功か?さあ次は、反撃に転じます。まず墓地に行くと。そこで死体を倒しましょうと言ってますね。さあ到着。戦闘の基本。L を押して、スキルウィンドウを開く。急速スキル。L。開いた。スキルメニュー。急速。これで何?スタミナが回復するとか、そんな感じですかね。ライフも回復するのかな?
アンデッド相手にするには、まず攻撃を受け流す。そして反撃する。それは強いと。パリか。面白そうだね。これは NPC か。おこしは、あ、これ違うな。これ他のプレイヤーか。あ、前方いますね。よし、行くぞ。私専用のグーロ探そう。2体いますね。1体ずつ来るかな。ちょっとまとまってると面倒だな。ほら来い。こっちだ。フレッシュウォーキングデッド。血圧にするか。あそこにいるぞ。なんか落ちてるけど、袋が。誰が死んだ？略奪する。あ、取られる。取られてしまった。一緒に殴ってもいいが、初めはやっぱり練習だからね。まず殴るか。ほら、決まった。殴ったというよりは。あ、だ、ただ、今左か。難しい。それどっちだ？右だ。ほ、成功した？どうかな？上だ。よし、なんかダメージ受けてるの見えんだけど。パーリー失敗してんのこれ。は、あれ、こうか、左がね。俺切って。ああ、今月かな。月っぽいね。月というかプッシュかな。上上、あ、まずまず見せた。タイミング悪いぞこいつ。よし来い、左だ。お、今パーリー成功。やったね、こんな感じだ。右だ、あ、右右。よし、来い。月上だ。ふい。食べきり。あまり当たってないかな。あ、あれっと。よいしょ。上だ。食べて、切っていく。もう一回くらい切れんじゃないの。あ、とどめ刺した。略奪する？ R 直しかな？おう。ゾンビの頭。他には、お金かな？これなんだ？ウォーキングデッドカーカス？なんでしょうね。これ何これ？すごい溜まってるけどね。これが重たいのかな？ 100 キロ。なんだこれ？ホールドブッチャー？ブッチャーって破壊かな？ん？どうなった？なんかね、変わった？ブッチャーってなんだ？何やったんだ？肉を剥ぐみたいな、そういうことかな？しかし、なんか取れたの？剥いだことで。あ、アンデッドの頭を3個集めるって書いてありますね。もう1体倒す必要あるんだ。とりあえず休んでみましょうか。左上に休むマークが出てますが、ライフはどうかな。回復してんのかなこれ。うん、回復してますね。座ってるからかどうかわかりませんけど。もう1回ブッチャイをやってみるか。ブッチャイ、うわぁ、ホルダブッチャー。やっぱり骨が手に入ってますね。食べられるって書いてあるけど。これ食べていいのこれ。しかし、初めから桁がすごいよね。売ってしまうかこれ。お金になるのかなこれ。20の銀に、16の銅みたいな。そんな感じかな。やった。お金になりましたね。カッパーコインに、シルバーコイン。さあ、頭を3つ集めましたね。これどうなるかな？ベンダーで良い装備と交換できる。30シルバー。とりあえず装備品が買えそうですけど、なんか買ってみますか。足の防具を買ってみた。武器も買ってみるか。スレッジハンマー。次はなんだ、豚を探す。どこにいるのかな。これだ。ああ、見た目おもろいな。やっぱりこれはスキルツリーですかね。クレートギフト、ギャザー、草取れる。おお、取れますね。どんどん取れる。これ建築に使えるんですかね。でも重量かな。あ、いるぞ、豚が。よし。やつら飼ってやろう。到着。豚は傷つけると逃げるんですかね。で、敵のあの血の跡、それを追っていくと。このデカいのやってみようか。やるなら、デカ豚だよね。おら、月、あれ、当たってない。決まった。ほい、俺逃がさんぞ。あ、意外とゆっくりだねこれ。追いかけながら殴れんじゃないの。
体力かなりあるけど。はい、やったか。ああ、どんどん狩るじゃないか、豚。倒すと、袋になってしまう。また、なんでこんなに桁が多いの ?8000 で。8キロ?で、インベントリ開いて、ライトクリックで、皮を剥ぐ?スキニングって書いてありますね。今の豚は、皮に肉?になったのかな?シーサイドって書いてあるけど、これ自殺ですか?これで、どこに戻れんのかな?でも相手も落とすんだろうね。とりあえず撃ってみましたが、全部当たればいいのかな?届かない。が撃てた。あれは無理だろうね。よいしょ。当たった。やったね。構えると逃げる?そんなことないかな。ケツを刺すで。ああ、逃げますね。しかし、あ、移動中撃とうとすると、結構ブレるね。もう一発。やった。3発ぐらいか。次は肉を加工すんのかな。よし。肉を加工。さらに、料理を作るのかな?この鍋で。鍋は、これか。キャンプファイヤー。肉を入れる。クッキングツール。特に持ってませんが。そこで焼いてと、焼肉になったんですかね。で、コントロールと、右クリック。それ食べれんのかな?お、どうだ?食べた?食べたっぽいね。チュートリアルはこれ完了?まだクラフトはあるけどね。じゃあ一度マシン戻ってみるか。オートムーブコマンドってないのかな?ああ、よかった。自動移動だ。これ楽ちんだな。お茶を飲みながら移動できますね。ん?木を枯れますね。近接武器。お。ああ。剣で、切れ始めた。うん、手に入ってるっぽいけど、あ、入ってるね。重量は今んとこ問題ないかな。総重量が45キロ。現在が5キロですかね。これ武器のコンディションとかあるのかな?劣化するとかね。あるね。デューラビリティ、設定されてる。まあ、自動的に切ってくれるからね。これ楽ちんですね。なんか能力上がってるみたいな。そういう動画見れないかな。なんか上がってる?上がってるね。伐採に関する何か上がってる。どれだ?休憩用のスキルもね、上げられるっぽいね、これね。休めば休むほど、何か上がる。これかな?木材のカット。これは現在上がってますね。ああ。経験値入ってる。いいね。スキル性のゲーム大好きだよ。でも限度はあるのかな?いわゆる何ポイントまでみたいなね。そういう制限があったりしますけどね。ネットゲーではよく。だから何かを下げる人が出てくる。どれかを上げたい場合はね。これは岩かな?岩も掘れる。剣で掘れる。ああ。剣まそうだな。どうせなら、スレッチハンマーでしょ。この岩は何だ?グラナム。マイニングのスキルレベル上がってますね。グラナムパイル。どんどん取れる。なんかあそこ、凄そうなのがいますね。あれなんだ?トロールみたいな。でかいのがいる。わあ、でかい。なんだこりゃ。わあ。ペットかな?さあ、クラフトのチュートレーラーですね。武器のグリップ?それを選択する?とりあえず片手剣。ターンドヒルト。これを選択した。次は、コットンを右クリック。これ材料かな?さらに木材。よいしょ。あ、できましたね。つかが。ヘッドの部分はヘビーショートブレードを使用。これ?さらに、木材。ああ、この部分が木材使うんだ。そしてこれかな?ホールドトゥークラフト。違う材料を使えばね、違うものになるでしょうね。でも現在は、設計図みたいなのないのかな?おー、やったー!最初の剣ができた。切れ味が悪いと。ベンダーここか。ここで、
木材と交換する。木材はこれですね。これで、どれだ？これかな？ショートブレードヘッズ。そのスキルボン。交換すると。やったー！取引成立。で、これで、右クリック。覚えたかな？なんだ？ 999H。999時間？現在トレーニング中？すごい時間がかかるように思えるんだけど。画面右側が、ここにスキルを設定できるんですかね？あ、できますね。他に戦闘用のスキルは？まだ覚えてないのかな？もっと戦う必要あるんでしょうね。これマップには現在地表示されないのかな？一応南にダンジョンで書いてありますね。墓場の先か。まずはそっち行ってみましょうか、じゃあ。頭に。これ鎧ですね。あと腕。こっちもそうか。両腕あるんですね。全部購入。プリースト。もしかして？あれ？家として設定しました。これリスポーンポイントかな？回復してくれるわけではなさそうだね。さあ、ダンジョン。ここ入れんのかな？どうだろうね。お、ちょっと暗いな。一応松明持ってるけど。松明装備するとね、武器は装備できないんですよね。しかもあまり明るくないな。松明持ってんのに。これ不要かな？結構おりますね。もっと優しいダンジョンが欲しいんだけどな。これいきなり難しそうだよ。すっごい降りてるよ。大丈夫か？あ。地下ダンジョンっぽいな。あそこいますね。ウォーキングデッド。あいつならやれそうだな。ダンジョンっていうか、牢獄かな？でも、モンスターいますからね。あいつ強そうだな。まずこいつだ。うら。画面殴っていく。上だ。ああ、ミスった。チュートリアル通りやれば、負けないはずだ。へい、頭殴る。右。よっと。ヘッドショット。さらにディフェンス。すかさず殴る。右。うん、戦闘も問題ありませんね。これでとどめ。やった。ん？これは？これは？保安プレイヤー？あらららら、しゅしゅしゅ、こなろ、お前。おら、おら、こなろ。ふい、ふい。おぉ、やられる。助けて。うわぁ。こなろ。ほら、こなろ。まだ全然わからん。強い。超強い。勝てる気がしない。おら。あぁ。死ぬ。助けてー。ああ、やられた。これ、バンディットだ。NPC ですね、おそらくね。あなたは死んでしまいました。ヘブンにいる間は、他のプレイヤーから、アイテムを奪われることはない。ヘブンっていうのは、チュートリアルのね、街なんですかね。ここら辺は、入り組んでるな。道が、すごいいっぱいある。これは迷うぞ。あいつ、バンディットか？バンディットだ。よし、勝負だ。俺、バンディット貴様。ちょっとこいつ動きわかんねえ。左か。うわぁ。殴れた、困ったら。負けそうだ。右。成功。うわぁ。左、上か、あれや。申し読めない。よし、いいぞ。上。うわぁ。あ、左。わからん。突きのがあれ。で、走れ、逃げろ。うわぁ、畜生！畜生！勝てない。バンディットが強い。攻撃モーションがわからん。前方になんかありますね。あれ何かな？マップには。乗ってない感じだけど。これがもしかしたら遺跡かな？あ、これが、ああ、そうかもね。ダンジョンの東側にある。ルインズ。そこに着きましたね。なんかありますか？敵とかはいないようだね。お、チェス発見した。あれ、
空っぽだ。誰かにすでに奪われたが、あれ誰だ？敵か？ああ、敵だ。バンディとかこいつ。何もかわからないな。ふっ。うお、いて。バンディとだ。うわ、つえ。上だ。ああ、間違えた、そうだ。ふい。横切りか、これ。防いだ。待て。うわあ、すっごいいっぱいいる。やばいやばい。これ無理だ。うわあ、マジか。では本日はここまでしましょう。今回は新作のモータルオンライン2を3時間ほどプレイしてみましたが、まあ、あらゆる行動によって上がるスキルシステムや、あと上段中段下段を使い分ける、その戦闘システムはとても面白いですね。しかし何をすればよいかがわからなすぎますね。もう情報があまりにありません。海外のビギナーズガイドみたいな動画見ましたが、ちょっとね、わかりませんでした。まあ、多分ゾンビの次の敵がどこにいるのかがわからないのが原因かなと思います。まあ、バンディットがそれに該当する場合、ちょっと強すぎですね。まあ、敵をね、順番に勝っていけるような、そういう内容ならばよかったのですが、現状いろいろうろついてみたところ、まあ、ゾンビとね、バンディットの間の敵が見つけられませんでした。まあ、もしかしたらクラフトでなんとかなるのかもしれませんが、しかしクラフトの設計図を覚えるのにね、とんでもない時間を要するので、まあ、これまた本日中には無理っぽいですね。まあ、まだ正式サービスがね、始まったばかりで、今後は少しずつ情報も増えてくると思うので、まあ、その時は再び何か動画にしていけたらと思います。じゃ、というわけで、また別の動画でお会いしましょう。